質量を持ったソリッドビジョンの実現により生まれたアクションデュエル。フィールド、モンスター、そしてデュエリストが一体となったこのデュエルは人々を熱狂の渦に巻き込んだ。大丈夫？ここで一体何があったの？ありがとうございました。急に有名魔族が侵入してきて壁戦に拘束されました。有名魔族？族長の重工は今どこにいるの？部落によります。あ、有名魔族が設置した前衛不樹にお気をつけください。触れると不樹のもとに絶え間なく魔物が湧いてきます。また修正者、それでかまど焼きにするぜ。朝鮮のご存命は？にゃ？俺のことはもう覚えてにゃいのか？あなたはラゴ？思ったよりは賢いようだにゃ。これは俺様の第二の原神、ネコレーニャ。第二の原神？そうにゃ。光陰鏡は俺とお前の命を喰らい続ける。その力を抑えるには四神層が必要にゃ。さもなくば俺たちは死ぬにゃ。四神層は創世の蓮から生まれ無常の法力を持つにゃ。封印を破るにはそれが必要にゃ。さっき見たのは四神層の影にゃ。神層のことは置いといて、魔隠しの不樹を破れないかな。簡単だにゃ。天眼術を教えてやるにゃ。そうすれば見えるにゃ。この技を使えば万霊が見えるにゃ。普通は学ぶのに100年かかるにゃ。甲骨冥竜の隆起を飲んだからこの技が学べるにゃ。
簡単だにゃん。天眼術を教えてやるにゃん。そうすれば見えるにゃん。この技を使えば万霊が見えるにゃん。普通は学ぶのに100年かかるにゃん。甲骨銘竜の竜気を飲んだから、この技が学べるにゃん。有名魔族は親族の終点生徒大臣から生じた毒気に消されたはずだよ。なんで今後にいるの？今後には奴らの欲しいものがある。ん？見るにゃん。遠隔魔魂にゃん。我が一族の禁地か。おばあちゃん、怖い。大丈夫、おばあちゃんの後ろに隠れなさい。役立たずのもめ、上様が相手。野蛮な妖怪め、食らいなさい。おいで。妖獣を倒し、妖魂を封印して、己のものにしましょう。ここをタップして、ファンクション画面に切り替えましょう。私は族長の娘、シウです。昭天様のお弟子さんですね。なんで魔族は金剛山を攻めてきたの？金剛山が守り続けてきたバンコフを奪いに来たんだと思います。シュラの戦いの後、バンコフは割れたにゃん。クズ鉄を探してどうするにゃ？わかりません。父とジョマは聖地に入りました。
行ってみましょう。お母さんがこれを渡しなさいって。バックをタップしてキャラクター属性画面に入って属性値を見てみるにゃ。右側の補給ボタンをタップして自動補給画面に入るにゃ。追加ボタンをタップして回復薬を補給するにゃ。ザス様の邪魔をさせるものか。足が魔痕に壊されてる。どうやって渡るの？レンの法陣で隠された橋を召喚しましょう。協力してください。超弦万全線東天西国精神曲いけ。行きましょう。カレーコンの邪霊一晩よ。避けて。ここをタップしてファンクション画面に切り替えましょう。タップして仲間画面に入るにゃ。くわー、ようやく火を吐けるようになったぞ。ここまで来るとは、まさかギューマがやられたのか。にゃふふ、あいつは俺の腹の中で暴れてるにゃ。キリュウは光竜になって力も躍進してる。当然だにゃ。
光竜は二度進化する。これは古くからの言い伝えだにゃん。ジューマが進化したらこんなに役立つのね。ジューマ仲間はお前の修行値を高めることもできるにゃ。ジューマの修行値が高いほどお前の修行値も高くなるにゃ。嬉しそうな顔。よし、早く行くにゃ。我こそは太古の名剣が一振り。三歳人です。人法を破る手がかりは石碑に。三歳人は天、地、人がつながって人の頭に宿る。天地人が一体化して逆転を防ぐんです。入りましょう。ファンクションボタンをタップしてスキル画面に入る。父があちらに行きましょう。暗黒符を奪ってどうするつもりだ。聞いても無駄よ。総決神道。発光無限万古の霊よ、来なさい。宗哲に勝つなんて面白いわ。また会いましょう。
重工族長、大丈夫？わしは無事だ。だが、バンコクは有名の女帝、ヤセツに奪われてしまった。うにゃ？霊力のない残骸をどうするつもりにゃ？わからん。よほどの事情があるのだろう。シュウ、この方と共に権限城に行き、今後の出来事を昇天様に伝えてくれ。バラン・ウンコンがお前たちを守る。